いきなりだが、もう始まったぜ。ところで、どうして全部、明智になっちゃうのかしら。城が取り囲まれた、って演出かな。さて、合戦の始まりよ。織田も少ないけど、明智もそれいかね。そうしないと、今回のテーマが成立しないんだぜ。ところで、敵本体なんだけど、なんで光秀本人が来てないのかしら。前回もそうだったけど、おかしいよな。兵数が変わったぐらいでは、明智の夫人は、前回と変わらんのだな。一応、敵城を視察。訓練度が3倍ぐらいあるわね。でも、兵中は8分の1だぜ。待ってられない、こっちから仕掛けるぜ。劣勢でも、けなげに、向かってくるのね。当たり前だ。向こうは謀反だからな。ねえ、もし、ここで、明智が苦し紛れに、寝返りとか仕掛けてきたらどうなるのかしら。怖いこと言うな。敵は8倍以上の兵中だからな。こっちの第二部隊から引き抜かれたら、ちょっとやばいぜ。終わったわ。明智を倒しましたぞ。わあ、次、どうなるのかしら。なんもないんかい。本当に何もないのね。何もなかったかのように訓練だぜ。この後、どうするの？そうだな。ふと、我に返ると、蝦夷を残して、天下統一目前だったな。陸と、ついでに陸中盛岡あたりの、委任を解いて、直轄にしておくか。ということは、統一させるのね。ただ、まあ、当時の日本人の感覚なら、津軽が日本の端だからな。すでに天下取ったようなもんだが、光栄さんは、許してくれないぜ。また訓練かしら。普通の謀反が起こるとつまらんので施しだぜ。たった 40?400 するつもりが、間違ったんだぜ。さて、陸田は、一気の有事で行くんでしょ？いや、編成し直しからだぜ。信長が初めて迎える、1582年の秋ね。すぐ攻められるように。陸に輸送しておくぜ。陸中盛岡からも、兵を移動して、陸を増強しておくぜ。この後に及んで、訓練なのね。他にすることがないぜ。やっと、陸の番よ。それでは早速行くぜ。津軽海峡を渡ってゴー。津軽海峡を渡った割には、随分東に上陸したわね。というか、柿崎もかなり東に寄っているがな。そこは徳山館ではないぜ。古社マインでもそんなに東にはいなかったと思うわ。お互い貧弱だな。とても、天下取りの仕上げとは思えない。それじゃあ、始めるか。とりあえず、西に逃げられるのだけは、避けねばならんからな。
お、さすがの第五部隊も、メッセージは攻めかけてこないのか。ちょっと、敵の第二部隊が近寄ってきたわ。ちょっとやばくない？万一のために、逃げ道がある方へ。一撃に、とはいかないか。鉄砲隊で援護射撃ね。最終戦だから、兵力温存なんて考えなくていいからな。敵は城を落ちたわ。本隊出るぜ。敵は、バタバタ倒れていくわね。さらに前進だぜ。油断しまくりね。天下取りへのとどめだぜ。とうとうやったわね。西は薩摩から北は蝦夷まで、すべてを打倒だぜ。強さ5では、あえなく滅亡したけど、やっと、天下統一できたわね。ということで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録してくれると、とっても、嬉しいです。